はい、じゃあ捜査を開始したいと思いますが、冒頭で申し訳ありません。私の推理聞いてください。今回の犯人はセレス。細かく言うと長くなるので断片的に言います。セレスと山田、石丸は共謀というか、二人をアルタエゴかなんかで釣ったんだと思います。まあ目的が二人は一致していたので、まあそれに釣られて、でまあ写真も協力して作ったもので、でそのすぐ後には石丸は先に殺されていたでしょう。三人以上というルールがないのでアナウンスはなっていない。それを知らず山田は、美術室で、まあ発見されるのを待っていると、そういう状況ですね。でセレスが、まあ、その証言を持ってみんなを誘導し、図書室へ、まあ、最終的に行きました。山田を拾って保健室へ行きます。山田以外が3階へ行き、物理の方へ行こうかという時に山田の悲鳴が聞こえ、ここで2つに分かれます。で、保健室と一方本当に死んでいる石丸の部屋で、下は下で行ったら山田が死んでいると、それを苗木が伝えに3階へ戻る。すると上でも、もう一つ死体があることが分かる。で、深川以外のみんなが保健室へ戻ろうとした時、まあ、セレスが誘ったんだと思います、トイレに。それで保健室を開けることによって生きている山田は歩くことができる。これによって姿を消す。それを朝比奈に見せ、セレスが3階へ報告に来た。そこで戸上たちと、まあ、苗木と合流し、また保健室へ戻る。この時深川は気絶しており、それ以外の人はいない。山田は裏で隠れてこそこそ歩いている。なので山田が準備室へ行き、倒れてる深川に、まあ、気づかれないように、ここはごめんなさい、動画をちょっと確認しました。やっぱり目の端に映っていたのは台車でした。物理室に台車があったので、そこにあったブルーシートと合わせて、石丸を美術の準備室へ、美術の倉庫へ運びました。OK。この時みんなは、深川だけが残していると思って、また上に帰るんですが、帰ると山田が移動したため、石丸はそこにはいなかった。さて、セレスはいつ山田を殺害したんだろうか。この後に、犯人を探そうとみんなが捜索している最中なのかもしれない。俺は当たりで美術室を引いてしまったけれども、扉の鍵がかかっていたので、セレス氏の、まあ、合言葉かな、がない限りは開けるなよ、みたいなことを言って、セレスが行ってそこで山田をやった。さて、ここで問題となるのが、山田が最後に残した名前、なぜ上の文字ではなく下だったか。なぜ葉隠れじゃなかったのか。最初から疑問にあった一つのことを思い出しました。セレスという名前に馴染みができてしまったが、最初からセレスの本名は不明のままだった。なのでセレスがもしかしたら康弘の可能性は残っている。ということで、まあギリギリくっつけましたね。はい。こんな感じでどうでしょうか。ああ、もうこれ以上考えることはないので、あとはもうパーってやっていきます。よろしくお願いします。これが大外れだったら大笑いしてください。今優越している方ね、プレイ済みで優越している方はニヤニヤしてください。あのさ、苗木、実はちょっと気になることがあるんだよね。この美術倉庫に関してなんだけどさ、美術倉庫がどうかしたの？うん、山田と石丸の死体が消えた後さ、みんなで手分けして捜索するって流れになったじゃん。私怖くなっちゃったから桜ちゃんと一緒にいたんだけどさ、でもその時私たちは真っ先にこの美術室を調べに来てたんだよね。いたいた。でもさ、その時は美術倉庫に鍵がかかってて中に入れなかったんだよ。鍵がかかってた？ここに来たのは捜索を始めた直後だったから、他の誰かに先を越されたはずないんだけど。あー、そうなんだ。だとしたら誰が鍵をかけたんだろうね。しかもその鍵も今は開いているし、確かに気になるね。死体の捜索を始めた直後には閉まっていた鍵が今は開いている。何か秘密がありそうだけど、ああ、すると俺の今の読みが外れるね。うん、最初からそこにでガードしたんだね。まあ鍵がかかっているってことは中からかけていたんじゃないか、まだその時は山田生きていたんじゃないかっていう線もあるけど、じゃあセレスいつ殺したんだいっていう話でしょ。そこだな。それを知るためにもこの部屋から出てみてもいいかもしれない。出てみてもいいかもしれない。なるほど。
うん、出るときに何かヒントは得られる。あ、うん、まず2人。いや、冷たくなった山田くんの巨体が床に転がっている。それにしても本当に巨体だ。こんな大きな山田くんを犯人は一体どうやって運んだんだ。だって最初に死体が発見された保健室は1階で、この美術倉庫は3階なんだぞ。この巨体を1階から3階までしかも僕らの目につかないように運ぶなんて、一体どうやって。ダメだ、全然思いつかない。とりあえずこの件は後で考えるとして、先に山田くんの死体の調査を済ませるか。おお、確か山田くんの致命傷も頭部のオーダーだったよな。きっと保健室に落ちていたジャスティスハンマー3号でやられたんだろうけど。あれ待てよ、この死体何かおかしいな。なんだこの妙な違和感は。何かが違う。保健室で見た山田くんの死体とここにある山田くんの死体の何かが、そうだ、メガネだ。保健室にあった死体のメガネは確かに血で汚れていたはずなのに、メガネが綺麗になっている。誰かが山田くんのメガネを拭いたってことか。でも誰が何のために。あー、なるほどね、これは気づかなかった。もちろん歩行が困難になるから山田自身がメガネを拭いたんだろうね。うん、オッケー。これはもう目が悪い人にしかわからんやつだろね。メガネがないともう本当歩けないからさ。もう動かなくなってしまった石丸くん。モノクマファイルによると石丸くんの致命傷は頭部の殴打だったはずだ。最初に死体が発見された物理準備室、あそこにあったジャスティスハンマー4号が凶器かな。それと石丸くんの死体の下にビニールシートが敷かれているけど、もしかして石丸くんの死体を運ぶ際に犯人が使ったものなのかも。運ぶ際に血の跡を残さないようにって。うんうん、ビニールシート、はい、 OK。 さくらちゃん、今回の事件ではいろんなことがあった、いや、いろんなことがありすぎたというべきか。思い出すという意味でも事件を振り返ってみるのもいいかもしれんぞ。十分思い返しました。でも一応聞いてみようか、さくらちゃん何が言うか。俺は忘れてることを教えてくれると思う、きっと。うん、そうだね、じゃあ一緒に振り返ってみようか。ああ、今朝食堂に集まったのは我と苗木と朝日などキリギリの4人だけだったな。いくら待っても他のものが来ないので、我らは来ない連中の捜索を開始することにしたんだ。その捜索を始めたのが8時頃だったのだ。うん、そこで手分けした直後からキリギリさんがいなくなったんだよね。ああ、その後朝日奈が3階の娯楽室でセレスを見つけ、慌てて苗木や我を集めたのだ。セレスさんの話によると彼女は不審者に襲われてから1時間ほど気を失っていたらしいよ。つまり彼女が襲われたのは僕らに発見される1時間くらい前、7時過ぎってことになるね。その際セレスが撮った画像により、その不審者が妙なコスプレをしていることが分かった。ジャスティスロボだったな。しかもそのジャスティスロボに山田が連れ去られているという事実も判明したのだ。不審者の捜索を始めた我らは深川や戸上と合流したけ、あと2階の図書室で傷を負った山田を発見した。我らは引き続いた山田を1階の保健室に連れて行き、再び不審者の捜索を再開したんだ。そして保健室から出た直後、どうした、影です。うん、セレスさんの目撃証拠源をもとに僕らは2階へ行き、そこから手分けして捜索することになった。そうしたらその直後、セレスが叫び声を上げた。今度は3階で不審者の姿を見つけたのだ。あいつの叫び声を聞き、我らもすぐに3階へと向かった。見つけたのです、例のコスプレ不審者。ああ、そしてその直後、今度は山田の声出るかと思ったんだけど、もう聞けなくなっちゃうんだね。そういうことよな、いなくなるってことは聞けなくなるってことや。本当に僕とセレスさんと朝比奈さんは1階の保健室に戻り、大神さんと戸上くんと深川さんが3階で不審者を追ったんだよね。そして僕は戻った保健室で山田くんの死体を発見したんだ。僕はそこで死体発見アナウンスが流れるのを聞いたんだよ。そのことを伝えるためセレスさんと朝比奈さんを残して僕は再び3階へと戻った。されど、だがその時我らは3階の物理準備室で石丸の死体を発見したところだった。山田と石丸の死体が発見されたのはほぼ同時だったはずだ。
我も石丸の死体を発見した直後、あのアナウンサーになるのを聞いたからな。まあやっぱね。そこで僕は大神さんと戸上くんに山田くんが殺されたことを伝えたんだよね。そこで僕と大神くんさんと戸上くんは一緒に保健室に向かうことになったんだ。傷ついた深川さんを置いてね。だけど物理室から出た直後、遅れてやってきたセレスさんから僕らは驚き話を聞くことになったんだ。はい、消えたってことね。急いで戻った保健室にはもう山田くんの死体はなかった。その直後、気絶した深川を置いてきたことを思い出し、我らは再び物理準備室へと戻ってきたのだが、まさかこれは今度は石丸くんの死体も消えてしまったんだ。僕らは当てて消えた二人の死体の捜索に取り掛かった。そしてしばらくするとセレスが死体を見つけたと聞き、我らは美術倉庫へと向かったのだったな。セレスが見つけたんだ。ああ、じゃあもう確定だね。そこで消えていた二人の死体を再発見したんだ。こんな流れだったよね。されど、こうやって振り返ってみると本当にいろいろなことが起きたものだ。また事件を振り返りたくなったら我に言え。いずれも協力してやるぞ。すげえな。肉体もそうだけど脳みそもだね。ね、脳筋とは言え、きっちり脳みそが脳みそしている。どういうことだ。とりあえず言ってみたけど何を言ってるんだ俺は。壁には大小様々なハンマーがかけられているけど、いくつか歯抜けになってるな。歯抜け？もしかしてこのハンマーを元にしてジャスティスハンマーが作られたのかも。それにしてもここのハンマーはどれもかなり使い込まれているみたいだ。石の破片や粉なんかがあちこちに付着している。あれ？なんかこのハンマーだけ水に濡れてて汚れてないけど。水に濡れてて汚れてない？誰かがこのハンマーを水で洗ったりしたってことか。あー、なるほど。この現場で使った。水で洗える？ここ。水ある？洗われたハンマーを手帳に記録しました。音玉メニューで確認。だから、確かにこの現場にハンマーはないので、それ自体がここの証拠品ってことになるのか。なるほど。そう、ハンマーは抜けてたわ。そうだそうだ。ハンマーが抜けてた。現場のものを使ったんね。お、戸上いたな、お前。調べてる場合じゃないって言われた。戸上くん、やっぱり犯人は葉隠くんなのかな。それ以外に考えられない。殺人や死体消失などの一連の事件が起きた際、俺たち全員にはアリバイがあるんだ。それと山田が死に際に残した言葉も、安博だったよね。つまり、となると犯人は葉隠以外には考えられんだろう。でもさ、犯人が葉隠くんだとしても、彼はどうしてあんな変な衣装で顔を隠したりしたのかな。どんな衣装であろうとも姿を隠せばバレないとでも思ったんじゃないか。あいつは世紀末的なバカだからな。確かにバカだけど、でそんな理由で片付けちゃっていいのか。おい、ちょっと待って、俺も普通に読んでたけど、おい、バカ呼ばわりすんなしや。そこに大きな手がかりがあるような気がするんだけど。なんだ。それで終わりか。お前が気になってるのはそれだけか。いや、他にもあるよ、気になってること。犯人が死体を隠した理由とか。死体が見つからなければ捜査もできない。そう思って隠したんだろう。だけどその割には簡単に死体が見つかったよね。それも犯人が間抜けだったと理由づけるほかないだろう。本当にそれでいいのかな。それともう一つ気になってるのは、犯人はどうして二人も殺したのかってことなんだ。何？だってさ、この学園生活のルールでは殺人を犯して逃げ延びれば卒業できるんだよね。だとしたら犯人は他の人に犯行を悟られないことを一番に考えると思うんだ。2件の殺人を犯すってことはそれだけ手がかりが増えるはずなのに。なるほど。待てよ、ひょっとすると、そうか、そういうことか。どうしたの。やめろ。慣れ慣れしく話しかけるな。絶対教えてくれないと思った。いきなり。だから言えば言っておこう。じゃあな。おかげで楽しくなりそうだ。それだけ残して戸上くんは美術倉庫から去っていた。何か分かったみたいな口ぶりだったけど、それなら教えてくれてもいいのにな。黒幕ですか。今ね、読みながら黒幕って思ったんだよね。要はアルターエゴと接触したがために何か情報を得てしまった二人なのか、それで消された可能性もありけり。で、キリギリちゃんが移動しながらやろうか。キリギリちゃんがどうして、バサキナさんが言っていた鍵のかかっていたドアだ。うん。確かにドアには鍵がかかっているみたいだけど、見ただけど鍵をかけられるのはこっちの倉庫側だけみたいだ。ああ、どう見ても美術室側からは鍵をかけられそうにない。
美術倉庫側からしかかけられない鍵か、ちょっと引っかかるな。だんだんちょっと口動かなくなってきちゃった。朝比奈さんたちは死体が消えた後の捜索でドアに鍵がかかっていることを確認している。しかもそのドアの鍵は美術倉庫の側からしかかけられない仕組み。つまりこういうことだよな。朝比奈さんが調べに来た時は倉庫の中に人がいて鍵がかかっていたけど、その後その人物が鍵を開けたことでここに入れるようになった。しかも朝比奈さんが言うには他の誰かに先を越された可能性はないらしいから、とするとその誰かって、おいおいおい、あ、ありがとう。なんか俺の中の隠し、あ、まだ調べなきゃいけないものある？まあ、マジで？あ、台車か。台車調べなきゃダメでしょ。俺は確か取っ手がないタイプの台車だ。昔美術室とかで見たことあるな。彫像とかを載せておくのに使われてたっけ。使い方は悪いけど、腰を曲げて姿勢を低くすれば動かすこと自体には問題なさそうだ。あー、大変そうだね。あれ、でもこの台車、物理準備室で石丸くんの死体を見つけた時にあったあの台車じゃないのか。やっぱりここで思い出させてくれるって優しいな。動画確認する必要なかったわ。それにこの台車のタイヤ、あ、ついてるね。血痕が付着している。あの準備室のところで、あの遺体のあった血痕の床のやつがちょっとね伸びてたんだよね。あ、ちょっと気になったんだけど、先に移動したなっていう頭で見てたから、今ここで言われるまではあまり気にしてなかったわ。最後まで口にしなかったかもしれん。物理準備室から美術倉庫に移動した台車、その1回でタイヤに付着した血痕、これらが意味することって OK。 この現場での手がかりはこんなところかな。だったら他の場所も調べてみないとな。他の場所で捜索すべきところを僕が思いつく限りだと、最初に山田君の死体が見つかった保健室と石丸君の死体が見つかった準備室。まあそうだね、そんな感じだね。時間的にはちょっともういい時間かな。冒頭で俺が述べたことを全部さくらちゃんが思い返してくれた。でもそういう意味で俺の記憶との照合、あの推理との照合ができてよかったな。あの見てる人にはちょっと苦痛だったかもしれない。申し訳ないけど、でちょっと今回この後長くなりそうなので、どうかな、あと2つ調べたら学級裁判のような気がするから、次調べるのは次回に回したいと思います。で次の次が学級裁判になるような感じにしたいな。まあちょっと思うようにいくかは分かんないけどね、そうなればいいなと思います。動画編集的な意味で。すみません。で、最後にキリギリちゃんのこと。キリギリちゃんどうして姿を消したか。多分ね、アルターエゴのね、確保してるんじゃないかな。狙われ、あのね、亡くなったんだよね、もともと。その件が棚上げになってて、どう、誰かな、隠れかな、どっちかがあって、でキリギリちゃんはアルターエゴの捜索に回ってるんだと思う。もしくはアルターエゴの保護？あ、どっちだと思うわ。ハガクレどこにいんのって。俺またね、ハガクレ腹壊してトイレにいるんじゃないかなってちょっと思ったりしたんだけど、どうかな。